です。パパスです。今日は今バラバラにしていってる LA100S ムーブカスタムさんのですね、このフェンダーライナー、フェンダーラインの社長に外していってもらいたいと思います。あ、前と後ろ、はい、うん、両方いっちゃう、うん、やっていきたいと思います。で、タイヤはもう事前にあのさきちゃんがねパッとしたからも取ってます。フェンダーライナーで、はい、もう事前に外してるところが、まずこのバンパー外すときにこの2個になってるね。はい、ここ、うん、下から取るか。これはこのピンと一緒や、うん、一緒、真ん中キュッて浮かしたら、うんうん、取れるやつですね、うん、でこのバンパーのこの縁についてる、はい、これ何っていうの、うん、これは、うん、これは角度があって、うんうん、お、入るところが1箇所あって、うんうん、でこれと別、うん、あの何ていうか、うん、これ何ていうか対称いうか、ね、縦と横なってる。はあはあはあ、うん、あ、分かった分かった。だから入れて回したら止まる。止まる。意味分かった。うん、縦やったら止まってるね、うん。横やったら外れるっていう、ね。はい。うん、まあ、これバンパーで。うん、そうですね、バンパー一緒に見ていてもらえたらと思います。あとこのベルトするときにこのカバー外したんですよ。はい、これもここと5mm、はい、でここと5mm、はい、でここ、このね、中っちょに、中っちょに、はい、あれです、友締めのこの上に止まってるこのピンが、これが、はい、これがあります、うん、これも一緒やね、はい、もうほとんど真ん中クリップね、うん、でこのクリップはちょっと長いと思う。まあそうか、友締めやもんな、友締めとフレームやからちょっと、ほほほほほ、長い、はい、あとはまあ外し方、はい、こういうとこね、でこのメリー製のやつが一番ええねんけど、はい、この角度がやっぱり慣れるまで、あーちょっと、こうやったらちょっと外しにくい、このまっすぐの角度がやっぱり分かるまではちょっと、ほほほほ、多分慣れてきたら、はい、こうしてここを持ってこうちょっと前からピュッと抜けると思うんだけど、多分手でやった方がいいな。こういう感じで、まあこのピンがバンパーとこのカバー以外に、はい、1,2,3,4,5,6 あるかな、はい、うん、でいつも開くよってすぐつくねんけど、このこれな、この3箇所、1、うん、悪評つけようにしてるわ、うん、なんで悪評つくん、悪評大好きやなんでつくんやろ、悪評、これだ、うん、これもう邪魔くさいから、うん、カッターでこうやって切る、はい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 、こっちで切ったらフェンダーライナー切るから、このちょっとフェンダーの方にして切ってるから、多分、はあ、ボディが傷つくとか、なんかそういう外し方じゃないっていう、あ、まあ、いろいろ考えるんだけど、うん、結構もうこれはもう、はめ殺し、うん、外すときはもう、潰して取るっていう感じやから、はいはい、まあ、何が出てきた、お、ドリル、うん、はい、こんな外し方だな、逆にこうちょっと、まあ、起こしてもって、してうん、ニッパーでこう、はい、むしり取ってもらうっていうのかな、うん、ちょっと再利用深いからこれは、はい、まあ、こうやってこう徐々にこう、うん、切っていってもらうっていうのかな、はい、ちょっとこれ小さいから力がない、まあ、こうやって切っていってもらったら、はい、まあ向こうに抜けるっていうね、はい、あ、抜けた、うん、まあ、切っていってもらったら、うん、まあ、向こうに抜けて外れるっていうね、まあ一つのバージョンと、はい、あとはまあカッターで切るのと、で今
こういうドリルがあるんやったら、うん、こういうドリルでしたらこの四角、こわかるかな、四角形やん、わかるわかる、だからこちらの穴、うんうん、もう感覚でここまでしかやったらあかんよっていう感じやけど、うん、まあ、ドリルでちょっとこう、はい、ほんで持ったら、うん、まあちょっとこうむしりやすくなるっていうの、おおほんまや、こういうこうむしりやすくなるっていうの、なんかめっちゃほんま、うん、楽そう、うん、ちょっとこうな、むしりやすくなるから、まあ、簡単に取れるっていうね、おー、はい、ね、はい、うん、まあ、こういう方法も、うん、あるあるよっていう感じ、おー、で、まあ、ここは、はい、下いつもやってるのはこのカッターでね、あー、はい、うん、カッターでこうやって切るな、一番簡単じゃん、これカッターで切るな、はい、うん、もうカッターで切るのが嫌なのかな、いつもなんか悪意をつけない危ないんかな、分からん、はい、で、あとはまあさっき言ってた6箇所のピンですね、はい、で、こいつがちょっとやりにくいな、最後、うん、これでタイヤ外した方がいいやろね、はい、そうだね、実はこっちから見えとってんけど割れとった、はい、でこのでこいつな、はい、通しのが出てるのがこのちょんちょんちょん、うん、このね、うん、ちょんちょんこっちは入って、この止めるとこが出てて、あとこの縁が全部入ってるから、うん、この縁を家に抜いてほしい、ね、はい、こういう感じ、はい、まあ左右は一緒やね、うんうんうん、で後ろ行こう、はーい、後ろは後ろも、はい、前と一緒で、はい、下側はこのバンパー捨てる、はい、一箇所な、はい、で、この縁は、はい、これはもうちょっと抜くやつやね、うん、うん、で、こっちの場合は、あの溝が切ってないピンだから、お、ちょっとうん、ちょっとこう、はい、普通のピン抜き入れんかったら、はい、こういう感じ、うん、ちょっと浮かしてもうて、はい、はい、あ、まあ、うん、よいしょ、取れた、この3箇所は、はい、こういうやつでね、あ、これか、もうはめ殺しやから、はい、裏からやっぱり無視って取られへんから、うん、であとはもうこうそういうやつやからパチンとつけてから止めたら、はい、パチッと入る、おお、つけるのは簡単やな、そうそうそう、だからこの3本は、うん、皿で頼んどからね、そうか、うん、絶対いるね、で、あとはまあここの爪が割れたったら、はい、うん、4箇所ついてるから3箇所でも多分こういう場合でも多分あかんと思う、アウト、あ、うん、外れると、はい、そんなピン類はもう基本的には全部、うん、だから100個とかでやってめちゃくちゃ安いよな、そうやな、そんなほんま何百円の世界やからやっとった方がいいと思うな、うん、ね、まあ再利用もありですけどねまあ今日はこんな感じで、フェンダーライナーですね、弦5を取っていきました、右と左は同じ弦になるので、よかったら皆さん作業の参考にしてください、お願いします、ではいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。